吉井誠は、神奈川県出身のテレビ長崎のアナウンサー。神奈川県川崎市出身。法政大学卒業後2001年に、テレビ長崎に入社。入社時から1年間と、2008年10月から2011年3月、2011年10月から2013年3月まで、ニュース班、2002年4月から2008年9月。 2011年4月から2020年9月まで制作部を経て、2020年10月の再編で統合されたアナウンス部に所属して今に至る。2005年7月4日から2008年9月26日までローカルワイド番組出来たて5番の司会を務めていた。この期間と2011年4月から9月まで2013年4月以後は、 五パン班のアナウンサーとして活動しており、報道記者と制作班アナウンサーを交互に行き来している。2013年4月に復帰した制作部では、男性で唯一の社員アナウンサーとなった。大分の同系列、テレビ大分の岡村茂きアナウンサーとは、仲が良いらしく、互いのつぼねの日記にも登場している。2004年3月より、目覚ましテレビ、 長崎担当リポーターに就任。全民の長岡千夏アナの最後の中継で、リポーターの引き継ぎとして初登場した際には、他コ寮に挑戦している。現在同番組の定時中継枠がないため、全国ネットに顔を出すことは、ほとんどないが、2011年には4月1日の、目覚まし桜エードと6月22日の、目覚ましライフエードキャラバンで、それぞれ登場した。なお、 派生番組である、目覚ましテレビ公認わがまま、気まま、旅気分の k t n 制作文にも出演しているより、ありがとうございます。